おはようございます。11月20日朝6時半、6時30分もう目が覚めちゃいました。ということで、元気おじさんのつまらない日曜日を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、朝一で体重が測ります。よいしょ。75.7kg です。3キロぐらい落ちましたかね。はい、あとこっから1キロ落ちればいいのかな。とりあえず目標達成。はい、朝一の EAA です。いただきます。そうです。これからちょっとだったら、有酸素運動で軽く走りに行きたいと思います。晴れてますね。天気いいっす。寒いっす。よいしょ。寒くなりましたね、めっきり。寒い。寒いわ。ゆっくり走って、体脂肪を減らす作戦です。カメラ持って走るのは初めてですが、走りづらいです。朝7時ですけども、朝ランナーがちらほらいますね。今日もがっちり晴れそうです。天気はめっちゃいいです。だいたい30分ぐらい走りました。今からお家に戻って体をね、洗い流して飯食べます。多少はなんか汗かきましたかね。走り終わった朝一の体はこんな感じです。当初よりは若干絞りましたかね。バン。
朝ごはんです。卵2個にツナ缶を入れた卵焼きとローカット玄米 150g にキムチ、そしてトマト、はい。土日の朝、バイトがない時は大体こんな朝ごはんとなっております。いただきます。ですね、私走るの嫌いなんですけども、やっぱ軽く走って体を洗い流してその後の飯はやっぱうまいですね、うん。いや天気いいっすよ今日。天気いいのに予定が何もない。バン洗濯しますか ね洗濯して掃除機かけて昼飯食べて筋トレしてそしたらもう日が沈みますよ。何やってんだよ、うん。はい、ごちそうさまでした。朝食から3時間経ちましたので、お昼ご飯食べたいと思います。お昼ご飯は大使館ですね、朝と、ロールカット玄米 150g に、鶏ハムが 110g、 それに、アスパラとブロッコリーが適当、はい。キムチ、ゆで卵2個、はい。こいつらが、私に食われます。いただきます。うまいです。特に喋ることがないです。うん、何がうまいとか、まあうまいはうまいし、たかが知れてるまさですからね。うん、ほんとこんなばっかっすよ毎日。なんかね、減量だからっつって変わったもの食ってるとかってまだいいんですけどね、何にも変わったもの食ってない。基本質素なだけ。ゆっくり食べます。ごちそうさまでした。お昼ご飯食べ終わったんで2時間後には筋トレしていきたいなと思いますんで、またその時よろしくお願いします。この狭いお部屋ですので、この準備がめんどくさい。やらないと筋トレできない。準備します。筋トレ始め。
終了。いつも通り、終わりでグルタミンを飲みます。で、15分後にプロテイン取りますんで、それまでに、お片付け。めんどくせえ。よいしょ。味はうまい。ごちそうさまです。筋トレ終わりましたんで、次は3時間後ですね。ご飯食べるのか、それまでに、苦手な編集なんかしちゃったりして過ごしたいと思います。俺。3時間経ちましたので、夜飯を食べたいと思います。ほぼメニューは変わりません。ローカット玄米 150g に、まあ、キムチ乗ってます。適当に、鶏肉が 110g に、あと冷凍野菜適当、そして昼のゆで卵の代わりに海鮮のシーフードミックス、冷凍のやつですね。これが解凍して 100g ぐらいになってるんですかね。まあ、これを食べます。はい、エビとアサリとイカが入ってる感じですかね。はい、いただきます。うん、美味しいですね。うん、まあ作り置き、まあ作り置きというほどでもないですけど、茹でたブロッコリーが多分悪くなってましたね。なんで冷凍野菜をチンしました。これはでもあれですね、いろいろ入ってますね。パプリカ、枝豆、オクラ、かぼちゃ、人参。切るのがめんどくさい時とか、ストックがない時は一応冷凍の野菜を常備してるんで、それを食ってます。はい。で、減量期に入ってから夜は海鮮のシーフードミックスを今月は食べてますかね。夜はまだちょっと編集が終わってなくて、20時にはアップしたいので、調子こいて飯食いながら編集したいと思います。いや、そんな編集するほどの動画じゃないんだけどね。編集が凝るような動画を出してないんだよね。遅くて編集が入ったね。いい、ごちそうさま。はい、これから編集終わらせて、はい、3時間後にプロテイン飲む感じですかね。はい、そんな感じで、はい、続きやりたいと思います。よし、車がよく通るっすよね。19時37分、なんとか20時までには動画がアップできました。スケジュール設定しました。20時公開。あとは概要欄の書いて、サムネを作って、編集は終わりです。まあ、編集するような動画じゃないんだけどね。うん、こんなものが。チェック中と出ております。OK、 はい、終わりました。20時30分、サムネイルも終わりました。20時30分、何しようかね、もうバンク何しようかね。10時にプロテイン飲んで、はい、そんな感じです。この動画を編集に入る形にした方がいいのかな。もう、かも明日の朝からこれをやるからね、うん。もうない。もうないよ。筋トレしちゃったし、飯食っちゃったし、あんまり部屋の中ではしゃいでも近所迷惑になっちゃうし。じゃあ次は、1時間ちょっと後したら、プロテイン飲みます。
はい、夜飯から3時間経ったんで、プロテインを入れていきたいと思います。相変わらずうまいです。いや、何もせず終わりましたね。これですよ皆さん、元老おじさんのつまらない土曜日。はい。何かこうやるってこうやらない限りはもうこんなもんですよ。遊びに行くわけでもない。朝起きてちょっと走って家事をやってね、飯食って筋トレして編集して飯食ってプロテイン飲んで、なんだこれ、悲しすぎるだろうよ。もう終わっちゃうよ今年。なんだこの休日。まあそんな感じで、多分もう朝早かったんだよね今日ね、早く起きちゃったんだよね、6時半ぐらいに起きちゃったんだよ、もう眠くなってきましたけどね、だいぶ、もう眠くなったら寝るだけかな、明日はちなみに筋トレはしませんのでオフ日です。はい、よし、時刻は12時、そろそろ寝ようかなと、はい、すみませんね皆さん、長い時間見ていただきまして、元老おじさんのつまらない土曜日、これにて、終わりたいと思います。もう12時回ったらもう日曜日になっちゃうから、もうつまらない土曜日はもうここで、終わりたいと思います。明日体重測ってみて何キロになってるか分かんないですけども、今朝の時点で 75.7、 あと1キロとりあえず落とせればいいかなと思って進めてきたんで、まああと1キロ、はい、落とすかなって感じですかね。はい。うん。まあ、ここからあと10日ぐらいで、ね、ちゃんと落とさなきゃ意味がないんですけど、これをやってる意味がね、ないんで、ちゃんとしっかり、無駄なものを食べないで、やっていこうかなと思っております。で、また、12月入って、インボディ取りに行って、実際体がどう変化してるのかっていうのをね、お見せできたらなと思います。皆様、最後まで、お付き合いいただきありがとうございました。皆様、いい夢をご覧になってください。それでは、また、おやすみなさい。